平成25年2月10日、阿蘇市内牧のホテルで、第3回阿蘇世界文化遺産ミニシンポジウムが開かれました。阿蘇地域の世界文化遺産登録推進協議会は、阿蘇地域の北部、中部、南部の3地域でリレー形式のシンポジウムを開いており、3回目となる今回の中部地域でのシンポジウムでは、基調講演とパネルディスカッションが行われました。基調講演では、世界遺産に詳しい岡田康義国士舘大学教授が、世界遺産や世界文化遺産について説明をし、阿蘇の価値が地域住民に認識され、それが代々伝えられていくことが大事であると話をしました。地域の人々の役割こそ一番大事だ。続くパネルディスカッションでは、遊びと自慢をテーマに、地元の NPO 法人理事長や商工会、農家、大学関係者をパネリストに、これまでの活動や阿蘇の人の自慢をすることで、世界遺産を目指す阿蘇の人の素晴らしさについて活発に意見を交わしていました。